今月19日、1980年代に一世を風靡した人気漫画、シティハンターの新作劇場版アニメが、来年春に公開されることが明らかになった。約29年ぶりの新作となる劇場版アニメには、同作の主人公、冴羽涼役を務める、声優の神谷明、牧村香織役の伊倉一恵など、アニメ版の声優陣をそのまま劇場版に起用。またアニメーション制作は、テレビアニメ版を手掛けたサンライズが引き継ぎ担当する。脚本には、妖怪ウォッチで構成、脚本を務めた加藤陽一が初参戦。作風は現代の東京を舞台に、主人公たちの新たな活躍が書かれている。ネット上では、めっちゃ楽しみ、絶対見に行かなく、では、と本作の復活を喜ぶ声で溢れ返っている状況。人気週刊誌、週刊少年ジャンプ、講談社、の人、気を支えた同作だけに、当然と言えるだろう。そんな、シティハンター、といえば、パチンコでも活躍するコンテンツの一つだ。これまで数多くのパチンコパチスロが販売されてきた。パチンコで、おなじみコンテンツ、の新作アニメとなれば、映画公開時に、パチンコ、が導入される可能性は十分ありますよ。むしろ、パチンコ業界にとってこの手法は得意分野。エヴァンゲリオン、シリーズをはじめ、アニメと新規、種が同時並列に進んでいるパターンは多いです。エヴァ、のあるキャラクターは、パチンコのために作られた、なんて話もあるぐらい密接な関係ですから。